すごいハイテンションだね。じゃあそのテンションローテンションでいきますか。ああ、いや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 、高いので僕追いついてきますよ。はい、追いつきますか。全然大丈夫ですよ。はい、はい、まあね、堀井さん、あのゲストということで来てくれましたが、うん、そうだね、はい、まあこう何回か前からね、うん、企んではいたんですけども、うん、ようやっと実現しまして、うん、そう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 、さあ来たがってくれてましたもんね。そうだね、あの時は。今は今はねえ、今は結構端々にトゲがあるんですけど、どうしよう、何なんですか。違う違う違う、こんなにうるさかったっけ。何が。いや、なんかさ、こう、うん、ほらロケバスで移動してたりとかさ、はいはい、ああいうテンションでもってゆっくり静かに喋れるのかと思ってたからさ、いやちょっと昨日ブログにも書いたんだけど、うん、なんかみんなで喋るの照れくさいなとか思ってたんだけど、うん、こんななんかうわーって喋るんだよね。何言ってんの。何言ってんの。もっといつも静かだから、もっと静かにしゃべって。いや、だって楽しい時は楽しい子じゃん。いいね。そっかそっか、あ、もうそんなにいきなりテンションマックスなんだ。当たり前じゃないですか。なんだろうね、もうこのラジオの存在意義からなんか問われてる感じがするのね。だから、なんかベストで言うと、うん、テンションがこう、どんどん相乗効果で上がっていくんですよ。そう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 。そうだったんだね。なんか、こいつこいつく。ちょっと下げないでくださいよ、この番組。すごいなんか、あの、琵琶湖に放流されたブラックアブスみたいな感じになってるね。なんか。俺ね、言い忘れてたけど、マイペースなんだよね。マイペース。マイペースか。マイペースなのか、なんか、なんなのかね、ちょっと不安ですけど。そうだね。はい、いや、でも元気な番組で、光栄ですよ。光栄ですか。光栄な気持ちになってきました。ね、はい。よかったです。